おはようございます今日はですね、オリエンテーションの後の初めての戦略論の授業ということですね、経営戦略の授業ということで、初めはマーケットから入るというふうにお話をしましたので、マーケティング戦略の話から入ることにいたしましょう。で、マーケティング戦略の話っていうのは、前回のオリエンテーションの時にもお話をしましたけど、極めて簡単、構造的には極めて簡単、難しいのはマーケットをどう定義するかっていうところだけは難しい。でここは社会科学的な英知が必要なところで、これはそんな簡単に身につくものではないが、しかしフレームワーク自体は極めて簡単です、ね、マーケットを選んできて、その中に同質的なセグメントを見つけてくると、あるいはですね、逆のやり方をしてもいい、一人一人いろんな人たちがいる典型的な人を思い浮かべて、その典型的な人たちを複数まとめて、ある種のグループにまとめていく。でこれはセグメンテーションって言うんだけど、このセグメンテーションした上で、そのセグメントにふさわしいように4つの P、 マーケティングミックスっていうのを設計してあげる、プロダクト、プレイス、プライス、プロモーションなど、順序はどっちでも構わないかもしれませんけども、あの4つの P を設計してあげる。これあのマーケティングミックスっていうのは、市場に働きかける手段の集合のことをマーケティングミックスって言いますの で、 でこれがですね、うまくフィットしてさえいれば、これで大体物は売れるんだよ。物は売れる。ただしこれが物が売れ続けるためには、やっぱり背後に組織のプロセスで毎回同じように高品質なものを作ることができるとか、毎回マーケティング戦略でうまいものを作れるとか、ごめんなさい、広告もうまく作れるっていうような、そういうタイプの力量がないといけないけど、組織に。だから背後に組織のプロセスがあります。あるいはですね、この種のフィットの関係っていうのは、定石がプロダクトライフサイクルごとに変わってくる。導入期にとっていい手と成熟期にとっていい手は全然違ってくる。だからここの部分について考えなきゃいけない。あるいはトップのリーダー企業がですね、取れる手と3位、4位の企業が取れる手というのは変わってくる。だから市場地位によってもこのフィット関係は変わってきますよ。でもうちょっと上級編はですね、さらに考えなきゃならないことは、マーケットは時とともに変わるわけ、ね、みんな時とともに変わってくる。その時とともに変わってくるダイナミクスをどう読めるか、その部分まで織り込んで初めて戦略のシナリオが完成する。で同様に経営資源も変わってくるんだよ。組織のプロセスの背後にある経営資源も変わってくる。単純に言うと、年取ったりね、飽きちゃったりさ、うまくなったり、いろんなことが起こってくるわけだ。でこの両方のダイナミックなフィットまでできると、一応一通りマーケティング戦略が上級編までできたってことになる。店員のさ、プッシュしてくれる店員のインセンティブとか、プッシュしてくる店員がどのぐらいものが分かって説明してくれるかっていうのに売れ方が依存するわけだ。だろ？そうすると、じゃあどうすりゃいいのかって言ったら、一つはね、売ったらどんだけ儲かるかっていうののインセンティブをどれだけ末端でつけてあげるかっていうのを設計してあげるとか、あるいは店員がどれだけ我が社の商品について分かってくれるかっていう教育をどれだけ末端の人たちまで施せるかって、このあたりが戦略的に重要になってくるわけ。でこの辺まで考えるようになるとさ、言葉を知っているっていうレベルを超えて、もうちょっと頭が回ってるって感じじゃない？わかる、ね、言葉を知ってますっていうだけのと違って、この言葉を使って、あ、なるほど、だったらこうしなきゃいけないねっていう次の推論ができてるわけで、このぐらいできるようになるのがその最低限の経営リテラシーなの。 できればその次が必要なのもあって、さらにじゃあね、店頭でワンプッシュ、最後のワンプッシュが効くっていう商品の場合、営業サイドじゃなくて研究開発のサイドは何をしなきゃいけないの？研究開発は何をしなきゃいけないんですか？これももう一回追加で考えなきゃいけない。でその時に普通の人がここまでたどり着けば出てくる答えっていうのは、店頭で店員が一言で言って胸に刺さるような、そういう差別化をしなきゃいけないんだと。技術屋さんはなんかやたらと技術的に高度なことやって、店頭で説明できないぐらいさ、難しいような差別化しても、それは差別化にならないんだよ。店頭で説明しやすい差別化をする。でこういうことをするんだってことになる。で俺が言いたいのは、ここで言いたいのは何かっていうと、前半部分のここまで上のここ、これはただ知ってるっていう意味のリテラシーだ。でこの学校で求めてるのは、その知ってるっていうレベルのリテラシーじゃないの。それを使ってどんだけ分析ができるか、さらにそれを超えてどんだけものが考えられるか、新しい問いが立てられるか、その部分まで含めたリテラシーっていうのを重視してるんだっていう話をすると。